はい、始まりましたセロ旅です。今日はね、12月の11日月曜日ですね。見てください、この天気、快晴です。でね、気温の方もね、さっき温度計を見たらなんと16度を超えてました。ものすごいいい陽気、もう本当にね、心躍るわ。こんな天気ワクワクするぞ。で、本当に言うたらね、今日バイク洗おうかなと思って、この間ね、淡路島行ってバイクそのまんまになってたんで、朝からバイク洗おうと思ったんですよ。ところがこの天気とこの気温でしょ。そっからね、慌てて用意しだしました。で、今現在12でね、今日はお昼ご飯を食べに行きます。まあ、お昼ご飯なんですけどね、今回はね、ちょっと珍しくもないけど、あまり皆さんが食べに行けへんようなところに行ってみようかなと思います。そうそう、今日の相棒はね、XTZ125 です。で、今日行き先なんですけども、長谷寺の方に向かって行きます。で、そこにね、皆さん知ってはるかな、八瀬長寿亭っていうところがあるんです。で、そこでね、奈良名物牛乳、これをね、ちょっと食べに行ってみようかなと思います。牛麺なんか絶対食べに行かへんでしょ。なので、ちょっとね、今日はそちらをごちそうになりに行こうかなと思っております。まあ、一般的に言ったらね、ラーメンとかうどんとかそばとかなんかそんな感じなんですけど、まあ、ここでちょっとあえて牛麺、これはね、夏やったらそうめんがいいんでしょうけどね。天気予報ではね、なんか雨予報も入っとったんですよ、今日。だから今日のツーリングは半分諦めとったんですけどね。この間のね、淡路島ではどえらい雨に遭いましたけど、なぜか日帰りツーリングは天気も気候もいい日が多いですね。まあ今後ね、1月2月とどんどん寒い季節になっていきますんでね、バイクに乗る機会が減ってくるとは思うんですけど、でも子供は風の子、まだまだ走りますよ。なんかね、奈良の田舎道を走っております。のどかやな。いいね。なんか今まで走ったことがないような道を走ってますわ。奈良県道50号線ですね。過去に走ったことあんねやろか、全く記憶にないわ。はい、天理市に入りました。あ、これそういえばお金も売ってたかな、なんかちょっと心配なの。え、財布にお金入ってたかな。この間淡路島行って帰ってきたまんまやな、財布。いや、そんなことはないかな、なくなってもそんなことはないよな。はい、間もなく到着予定です。名前何やったっけな、
博士長寿亭ですね。三輪そうめんのこれはね、がっつり食べたいな。まあ、そうめんがっつり言うてもね、ラーメンと違うからね、ボリュームがね、どんなものなのかわかりませんけどね。なんか今日はバイクに乗って正解ですよ。天気予報ではね、曇りのち雨やったからね、なんか最近ようわからんわ。でもまあこういうふうに楽しげにバイクに乗れるいうことは幸せなことです。なんか一気に趣のある街に変わってきましたね。なんかいいね、歴史を感じます。はい、間もなく到着ですね。どこだべ。あ、これか、ここか。あ、これや、長者亭。これ長寿亭って言ってたかな、長者亭やね。お、OK、ここにしますけど、バイク止めていいんやろか、ここ。どこ？突き当たり、ありがとうございます。町屋カフェ、長者亭、これですな。初瀬長者亭さんですね。はい、ではこちら入っていきたいと思います。お土産屋さんにもなってるんや。乳麺セットですね。乳麺と、それからおにぎりがセットになっております。これで900円ですね。では、いただきたいと思います。いただきます。
ちそうさまでした。はい、初瀬長寿亭でした。めちゃめちゃ美味しかったです。たまにはね、乳麺もいいですね。ということで帰ります。駐車場はね、こちらにあります。この突き当たりですね。これが長者亭、これが長者亭さんの駐車場。1台分しかないんですけどね。まあバイクなら4台ぐらい入ります。で、この三輪入麺マップ、これをいただきました。では出発したいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、奈良県の桜井市にあります初瀬長寿亭さん、こちらでね、乳麺をいただきました。皆さんもね、ラーメン、そば、うどん、麺類ですね、たまには乳麺もいいんじゃないでしょうか。今日めちゃめちゃ美味しかったですよ。お店の方はね、まあまあ広いです。30人ぐらいは余裕で入れると思います。味の方は保証できます。美味しかったです。でね、ボリュームの方も十分あります。ぜひ行ってみてください。はい、ということでね、今回はこの辺で締めさせていただきます。このチャンネルね、少しでも面白いと感じていただけたなら、チャンネル登録とそれからグッド評価ですね、これをよろしくお願いいたします。何よりもね、心の励みになります。それとね、コメント何でも結構です。入れていただいたら返信させていただきます。コメントの方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。それじゃね。